なおもりミュージックチャンネル、みなさんこんにちは、森井なおです。今日は新しい楽器を入手しましたので、皆さんにご紹介したいと思います。じゃーん、こちらバンラーの B7 SP です。イエーイ、新品です。先日アップした右楽器ウィントフォレストさんの動画の中でもこの楽器紹介してたので、記憶に新しい方多いと思うんですけど、なんでこの楽器を買うことになったかっていうと、っていうか私自分では買ってないんですよ、旦那さんに実は買ってもらいましてっていう話をしたら、めちゃくちゃおねだりするやつだと思われるじゃないですか。私普段おねだりなんか絶対しないタイプなんですよ。でこの楽器この間紹介した時からいいなぁ、すごい吹きやすいなって思ってたんですけど、やっぱりね60万円ぐらいするので、なかなかちょっとねそれを人に買ってっていうのは言えないじゃないですか。それでね、まあ仕方ないなということで、またねあのお金が貯まったら買おうみたいなこと思ってたんですけど、知ってる方もいると思うんですけど、私旦那さんと一緒にセーリングのチャンネルをやってるんですね。でそのチャンネルの動画って全部私が編集してるんですよ。あとナレーションもね結構やってますし、あとナレーションの原稿自体はほぼ全部私が書いてるので、結構な仕事量なんですよね。なので旦那さんが大変そうだなって思ったんだと思うんですけど、なおちゃん編集誰か違う人に頼んだ方がいいって言ってきたので、そのお金あるんだったら私に新しいトランペット買ってよってぼやいたんですよ。そしたらなおちゃん新しいトランペットが欲しいのって言ってきたので、欲しいよって言ったら、いくらぐらいするのって言ってきたので、60万円ぐらいするんだけどって言ったら、僕が新しいトランペット買ってあげるって言ってきたので買ってもらうことになったんですよ。あのセーリングのチャンネルで私今まで17本ぐらい動画を編集してるんですよ。さっきも言いましたけど、編集だけじゃなくってナレーションとかナレーションの原稿も書いてるので、外注したらね60万円余裕で超えると思いますから、結構働いてるとは思うんですけど、それでもね、まあ、旦那さんのお手伝いなので当たり前かなと思ってやってるんですが、まあ、こんなね高いものを買ってもらって本当に嬉しいなと思うので、まあ、せっかく買ってもらったのでね、皆さんともシェアしたいなと思ってこの動画を撮っています。今まで使っていたヤマハの YTR8335GS なんですけれども、私あの楽器もめちゃくちゃ好きなので、曲によってこのバンラーと使い分けて併用していけばいいんじゃないかなと思います。このバンラーの B7SP なんですけれども、ホームページによるといろんなジャンルで使えるオールラウンダーということなので、今日はいろんなジャンルの曲を何曲か吹いてみたいと思いますので、皆さんぜひ聴き比べてみてください。ということで早速ご覧いただきましょう。どうぞ。
しょうか。この動画が役に立った、面白かったという方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また吹いてみた感想なんですけれども、本当に吹奏感が軽いです。なのに出ている音は深いんですよ。最初ね、軽いのに出ている音は太いからちょっとギャップがあってね、戸惑ったんですけど、今慣れてきたのですごく吹きやすくなりました。あとピストンがめちゃくちゃ柔らかいんですよ。なので細かいことがしやすいです。私細かいことあんまり得意ではないのですごく助かりますね。本当にね、いい楽器が手に入ったので大切に使っていきたいと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。モリーナでした。バイバーイ。Now Mori, Music Channel. Hello everyone! 皆さんこんにちは、モリーナオです。モリーナオ Music Channel では、トランペットレッスン、演奏動画、様々な音楽活動について配信しています。No Trumpet, No Life!